サーヴァント・セイバー、ネロ・クラウディウス、呼び声に応じ推参した。うむ、よくぞ世を選んだ。違いのわかる魔術師よな。まだまだ強くなるぞ。うむ、このいでたちも気に入った。我ながら天才すぎるな。うむ、少しばかり攻めすぎか。うむ、これぞ花の転生、バラの喝采。世は満足だ。もはや憂うものは何もないな。世のマスターに魔術師としての才能はいらぬ。ただ美しければよい。貴様、なかなかに張りのある声よな。気に入った。今後とも世の名を口にし、一番に頼るがよい。才能はいらぬと言ったが、貴様少しばかり弱くはないか。剣も触れないのでは心配だ。いつでも世がそばにいるわけでもないのだぞ。決めた。これからは世を必ず出陣させよ。うん、それがよい。とてもよい。これならいつでも貴様を守れるな、マスター。世は充実している。なんと幸福な皇帝であることか。遠くローマを離れた世界で良き勇者と巡り会えた。ん？誰のことかだと？貴様に決まっていよう。我が自慢のマスターよ。世は大気に飽きた。戦いに出る。世は皇帝だが、マスターに仕えるサーヴァントでもある。どちらも大事にするぞ。うむ、世を有効に使うがよい。世もうまく扱ってやろう。あからんさめ、しばらく見ない間に技量が増しているではないか。これは世も油断してはおられん。ボイトレ専用ルームを作るのだ、マスター。あの和服のキャスター、キャスコとは少しばかり縁があってな。あやつのことはそう嫌いではないが、とにかく相入れぬライバルなのだ。おじ上ではないか。なんと若々しい。そして血と荒々しい。拳一つで敵を倒す勇士、しかと見届けた。世も揃いの真紅のマントをつけたいものだ。白い剣器、アルテラと言ったか。なんとなくではあるのだが、もっとこうボリュームがあるというか、大きいというか、ラスボス的なイメージがあるのだが、まあよい。ともあれ、幸福そうであることは良いことだ。好きなもの？もちろん良だ。オリンピアの花だからな。嫌いなもの？節制、反逆、没落だ。聖杯、その名は良くない。頭痛が一層強くなる。あまり口にしないでくれ。新しい催し物の予感がするな。マスター、急ぐのだ。誕生日とはめでたいな。ん？国を挙げての祭りはしないのか？というわけで、待望の体操服である。祭りであれば世も着飾ってはいられぬと用意したが、うむ、心身ともに軽くなったようだ。どうだ、似合っているであろう、マスター。体操服というのは気軽で良いのだが、なぜか普段より周囲からの視線が熱い。
運動もしていないというのに少し汗をかいてしまいそうだ。ヨットって常に断層をしているわけではない。あれはあくまで趣味だ。主人として宴を開くのならこのようにふさわしい姿にもなろうもの。改めて見とれたか、マスター。このドレスが気に入ったか。うん、隠さずとも良い。ヨも気に入っているからな。このドレスは繁栄と情熱の証。世の敬愛する美の女神、ヴィノスの一面を表したもの。これからもその度に輝きと慈しみがあらんこと。豪華にして壮麗、皇帝にしてアイドル。まさにインペリウムの誉れを示すかのような勇ましいドレスであろう。ステージが楽しみだな。念願のアイカツである。バラのドレスも考えたが、今回は艶やかなチェック柄で決めてみた。愛らしく、そしてビビシーであろう。うんうん、世もそう思う。エリザベートとのデュエットも視野に入れるゆえ、同じパーティーに入れるがよい。我が才を見よ、万代の喝采を聞け、しかしてたたえよ、黄金の劇場を。ラウテンド・クラウディウス。En la biografía de Nero podemos encontrar que Nero es una poderosa emperatriz y autoproclama ser una belleza vestida de hombre. Es tanto narcisista como egoísta, pero también brillante y de corazón abierto. Su pureza infantil le ganó la adoración de todos sus súbditos. Su verdadero nombre es Nerón Claudius César Augusto Germánico, el quinto emperador del Imperio Romano. Es una tirana infame cuya vida entera estuvo teñida de conspiraciones y veneno. Su noble fantasma invitación al teatro de la lujuria dorada invoca un campo de un emperador absoluto que cumple sus deseos. Es una recreación mágica del teatro Domus Aurea que ella misma diseñó y construyó en Roma cuando estaba viva. Este campo de batalla trabaja a su favor. El emperador que puso la felicidad y prosperidad del pueblo romano en primer lugar. También disfrutaba de la vida, especialmente en lo que respecta al teatro musical. Se enorgullecía de su superioridad absoluta. Quienes escuchaban su canto quedaban traumatizados por 3 días y 3 noches y soñaban, o más bien, tenían pesadillas con rosas. Fue ella quien suprimió todas las fuerzas religiosas y el Senado romano alrededor del 50-60 DC. Por esto mismo fue llamada tirana, por su posición contra el Senado y la opresión de los cristianos. Es por esto que, de esos relatos, a menudo se la comparaba con la bestia del 666 que destruyó una ciudad en el Antiguo Testamento o con la ramera de Babilonia.